めぐみの駅、西口周辺開発事業。めぐみの駅、西口周辺開発事業は、北海道恵庭市に位置する、千歳線、めぐみの駅、北海道旅客鉄道、西口周辺で行われる、土地区画整理事業。めぐみの駅西口開発は、閑散としているめぐみ屋駅の西側、約27ヘクタールの土地を開発し、多数の商業施設、娯楽施設、 高齢者住居等が誘致される計画。土地は、北海道、道央の動脈である国道36号に隣接し、北海道道46号江別江庭線、道道江別江庭線を挟む場所に位置している。1982年に恵み屋駅が開業して、以来、駅の東側には、新興住宅街が広がっている。主に、札幌市へ通勤、通学する市民が多く、 駅東口に隣接して、伊東洋華道が建設されるなど、恵の地区は、札幌県のベッドタウンとして栄えてきた。西側には、素朴な風景が広がり、昔からの小規模な住宅街が存在していた。駅西口に隣接して、鉄人会、江庭病院が存在していたが、2004年に、江庭駅東口に名称を変え、我なんじ、会、江庭病院として、移転会員している。 当初、計画を市に持ちかけたのは、民間事業者の札幌総合商事、本社、札幌市。市は、西口開発に意欲的な姿勢を見せ、計画は市民に周知されずに一度、決定した。この時点で市の拠出金額は、約8億円と試算されたが、財政負担には根拠がないと言われ、民間事業者が言ってきた、開発事業に自治体が、 このような積極的支援をした例は数少ない。2007年5月14日、江庭市長は記者会見を開き、1年間は関連予算の執行も、恵の駅西口の市街各域の編入申請もしないと述べ、西口開発は見直される方針が明らかにされた。市は事業主体の民間事業者、 札幌総合商事の社会的な信用は十分ではないとして、札幌総合商事に大手総合商社からの確実な支援を示す文書を求めていた。しかし回答がなく、これによって計画の見直しが決定された。この決定で計画は一旦白紙に戻されたが、西口開発そのものは行っていくとして、市は新たな民間事業者の公募を開始することとした。 小ての一般住宅として160区画が造成される。想定人口は450人を見込む。以下の施設が建設される予定だった。共同企業体の一社の北海道アーバンコーポレーションの親会社が民事再生手続きに入ったため白紙となる。小ての一般住宅として造成される。当初、事業機関は許可申請等の手続きが二千七年度からを予定し、 2008年度から造成工事に着手し、おおむね3、4年での完成が目指されていた。事業費において、用地取得や造成等に必要な費用の総額は、約40億円と見込まれていた。計画では4つの事業用地に区画され、以下の施設が建設される予定だったが、すべての見直すことになった。小建ての一般住宅として118区画が造成される。 シルバーマンションや賃貸共同住宅は合わせて約150戸が建設され、これらの戸数を合計した想定人口は約550人とされていた。市は公共施設である道路や公園、下水道といった生活基盤の整備に取り組む。市の財政投資額はこの整備にかかる費用の総額である約8億円。国庫補助金約3億4。 650万円、資債、約3億6、940万円、一般財源、約8、410万円が拠出される。なお、市は当初、拠出金額を10億円と試算していた。減額された理由は、都市計画道路を生活道路に変更、保護林の整備が縮小されたことなどによる。恵の駅西口開発における市民の反応は、冷ややかで、 エニ市議会の自由民主党、平成クラブが2006年12月に市内2万5000世帯を対象に投函して変装を求めたアンケートでは、全体回収率4.284%、1071通のうち賛成は191、反対は635、よくわからないとしたものが207という結果であった。また、同市議会の日本共産党が同年に実施した、 アンケートでは309人中賛成は8.41%、反対は76.05%という結果であった。市は2007年1月27日、恵みの駅西口開発に関して、コーラムを開きアンケートを実施した。開発事業についての考えを問う複数選択科の項目で、回答者123人の39%、48人が、 エニワのちづくりに必要と賛成意見を選んだ。しかし、この48人中13人は、既存商業への影響が心配の選択肢も重複して選んでおり、賛成しながらも地元商店の客足が鈍らないよう、開発事業を求める声があることを伺わせた。既存商業への影響が心配を選んだ回答者は、全体で43.1%を占めた。 JR 北海道の主力列車である快速エアポートは以前、に庭市内の全駅、島松駅、恵庭駅,駅、札幌ビール庭園駅を通過していた。2002年3月、快速エアポートの停車駅にに庭駅が追加されたが、停車駅をに庭駅と決定したのは市である。決定当時、乗降人員が最多であったのは恵の駅。 それでも江庭駅が新たな停車駅として選ばれたのは、江庭駅が街の顔であることと老朽化した周辺地域の再整備を考えてというのが市側の説明である。江庭駅東側の小金地区の住宅地造成や駅周辺地域の再整備計画、黄金地区と地区画整理事業は進展しているものの、この再整備計画よりも規模が大きい。恵み駅西口開発を市が、 積極的支援するのならば、新たな停車駅に、江庭駅を追加させたことに対しても市民は疑念を抱いてしまう。これによって市がこの地域の再整備を、実質、失敗だったと認めてしまう形になっている。恵みの駅西口開発において、治安の悪化も懸念されている。事業用地からほど近い人道用の恵みや地下歩道では、過去に暴力事件が発生している。 ここが犯罪発生の温床になるばかりではなく、恵庭市には警察署がなく、今後も警察署が設置される見通しはない。管轄は、都瀬警察による。2006年11月27日、恵の駅西口開発における初の説明会が、にわ商工会議所で、 商店街振興組合連合会に対するものとして開かれた。中島市長は今こそ変化の時と西口開発に関して説明した。2007年3月、市が発行する広報の特集で、恵みや駅西口開発について掲載し、市民に対して初めて開発事業内容を周知させた。特集の中で市の考えとして利点や必要性をアピールしている。 ただしデメリットやリスクに対する言及はしていない。市や一部の市議会議員は、恵みの駅西口開発に反対している市民や、商業者に対し、反対のための反対に過ぎないと批判している。賛成側には、反対意見に説明が伴っていても、このように批判するケースが多く、市民に周知されず計画が一人歩きしてきた現状は、無視されている。 江庭市議会議員の林健次、無所属は、自らが発行する広告で、恵ぐ駅西口開発に対する自身の意見を掲載し、市民に紹介した。林議員は、西口開発に賛成している立場だが、その意見は、市民と乖離している。例えば、一の意見は、江庭市と北広島市、千歳市の店舗数と、 店舗面積という数字を単純に列挙して比較したものに過ぎず、市民が現状に何も不満を抱いていないことは反映されていない。4の意見のソースは示されておらず、読者は本当の情報か判断できない。また、6の意見は、北広島市、千歳市に大型商業施設の計画があるから、江庭市も追随しなければならないというものである。広告の中で、 北広島市の大型商業施設の計画を紹介しているが、林の意見では、西口開発が市民の求めていない計画だということは無視されている。2007年3月に行われた定例会で、恵みの駅西口開発に関して、市議会議員からいくつか質問が提出された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。